吹き抜けみたいなところがございまして、まあ、そこが非常に声が響いて、響くというか、まあ、ありますいちご、いちごですね。いただきます。だって最後、お母さんにね、急に来られたら、なんかこう、いやいや、俺急にたまたまで。すごくお土産をたくさんいただきました。そのお土産を今配っていただいています。